皆さんこんにちは、藤本穂積まりです。前回の動画で、海内海外だけじゃなくて内線外線も使ってショットを打っていきましょうという話を、したと思うんですけど、じゃあ実際それをね、できるようにするためにどういうことをしていけばいいかという話をしていきたいと思います。で、最初まずですね、この腕の回線を、やっていくんですけど、まずはですね、最初体をこうダラーンとした状態で、少し前かがみになって腕をダラーンとした状態、力が抜けた状態ですね。で、この状態で肩から腕をこう回していきます、ね、しっかり肘の向きが、手前を向いたり奥を向いたりするような形で肩からこう回している状態を作ってあげます。で、この時肘しっかりこうピンって伸びちゃったりとか、あと手首だけで動かしたりするのは NG です。そうではなくて肩中心からこう回してあげる動きを、意識してやってみてください。こういう状態ですね、はい、で、ここでまずこの動きができるようになったら、これを違う場所でもちょっとできるようにしてほしいなと思います。結局この動き同じなので、どこの場所でもできるようにしてほしいなと思っていて、これがね、結構ここではできるけど、ここだと違う打ち方になっちゃう、ここだと違う打ち方になっちゃうっていう人がいます。で、もちろん違う打ち方もあるんですけど、基本的にこの動きはこの体の周りでどこでもできるようにしてほしいなと思ってます。で、これを実際ラケット持ってやるってなった時に、ちょっと見ててください。こう振った時、手首を中心に動かせるようにしていきます。グリップはしっかり握ってます。手首もある程度リストスタンドはしてるんですけど、あんまりこうリストスタンドを力入れすぎちゃうと、こう8の字になってしまうので、8の字にならないように手首は少し力を抜いています。グリップはしっかり握ってます。で、このラケットの重さを使ってですね、このあんまりこう8の字になるんじゃなくて、こう横、真横にこう振っていくような流れを作れればいいと思います。で、これ手首が中心にこう動いてればいいんですけど、時々ね、こう腕の力が弱い人、まあ、肩の力が弱い人、こういう状態になっちゃってる人がいるんですね。こう振った時にこうなっちゃってる人、ね、力のない人結構こうなりやすいんですけど、こうなった時に今中心部が結構この辺なんですね。こういう状態になっちゃってます。そうするとここからしかパワー出てないので、全然いい球がいきません。これ肩をですね、少しこう振った方向に対して少し細かくこう動かしてます。振りながらそこを意識して振っていくと、ここが中心、手首が中心になるように振れるので、肩もね、しっかりこう少し使いながらこう振っていく、肩も少し使いながら振っていく、手首が中心になるようにしてスイングしていくと、安定したレシーブだったりこの体周りのショットが打てるようになると思います。基本的にはバックハンドグリップでね、持っていただいてこういうスイングができるといいと思います。はい、それでは、今のレシーブの、取れる範囲ですね、今体の周りって言ったんですけど、どの辺まで、実際この、レシーブで取れるか、っていうのをちょっと話していきたいと思います。で、グリップはもうバックハンドグリップで持っていただきます。例えば相手がね、こうスマッシュ打ってくるとき、ダブルでもシングルスでも基本的にバックハンドグリップで持った方が、取れる範囲が広いです。結構ね、こうバックハンドグリップで持ってフォア側に来たときにフォアに持ち替える人もいるんですけど、できればね、バックで持ち替えてあげる方が、もうレシーブするときに相手の速いスマッシュを取るときにですね、あ、フォアに持ち替えなきゃ、バックに持ち替えなきゃとかね、そういうふうに考えると結構、やることが多すぎて間に合わなくなったりミスをしてしまったりすることが多いです。だから基本的にはバックハンドグリップで、対応できる方がいいんじゃないかなと思ってます。で、まず正面のレシーブであればここですね、ここで、これがバックハンド側に来るとこういう形になります。で、これを、今度ですね、バックハンドグリップのままフォア側のレシーブで、そのままフォアのレシーブ、これもバックハンドグリップでそのままフォアのレシーブしてます。で、これをそのまま上に持ち上げると、はい、フォア側のドライブですね、まあ、ドライブいろんな打ち方ありますけど、こういう打ち方もあります。で、このままバックハンドのドライブもこういうふうに打っていきます。
でこのまま上に持ち上げてハイバックで、そのままラウンド側でか、からあの頭の上の範囲ですね、でそのままフォア側に持ってくるということで、この体の周りはだいたいこのバックハンドグリップで対応できてしまいます。で、バックハンドグリップで、ね、対応しにくいところっていうのがフォアの前です。ここですね。ここはちょっとバックハンドグリップで打てる人もいると思うんですけど、結構打ちにくいです。だからその時はフォアに持ち替えて、打つことあります。だからバックでレシーブしてフォア側に来たプッシュをそのままこう持ち替えて打つなんてことはよくあります。で、体の正面もバックハンドでいけます。バック側に来たのはもちろんバック側でいけます。で、体の正面にこの体の近いところですね、近いところに来た球っていうのは、ここはね回線使えてます。でもこうなったこの体の正面とかそこから右側に、このフォア側に飛んできた球に対しては、こうあんまり回線がもう使えなくなってしまいます。ということは、手首の力、肘をこう曲げて伸ばす力で、あとはここの、海内海外の動きだったりとか、そこに今度体のねじりもつけてこう打っていくことができます。ここはもうね、回線の動き使えないので、ここもまた別にね、ちょっと別でちょっと練習していかなきゃいけないポイントじゃないかなと思います。で、シングルスでもダブルスでも、まあ、基本的に相手がスマッシュ打ってくるときっていうのは基本的にバックハンドグリップで構えてもらって、で対応していくとやっぱりこう守備範囲がね広がります。これどうしてもねフォアで構えちゃう人ね、完全に絶対フォアで来ると思って構えている分にはいいんですけど、フォアで構えてしまうとこの辺り、このラウンド、まあ、フォア側で体の正面ギリギリ打てます。でもこっち側に来た球っていうのはもうちょっとかなり打ちにくくなって、たまにねフォアで構えてこっち来た時にこうなっちゃう時あるんですけども、とりあえず返せればいいっていうような状況になってしまいます。バックハンドグリップであればとりあえず体の周りは返しやすくなるので、ね、バックハンドグリップって言ってるからバックでしか使えないんじゃなくて、バックハンドグリップでもこのねフォア側の球処理できますんで、これでも打てる練習ぜひやってほしいなと思います。はい、それでは回線のレシーブをするときに、意識してほしいポイントなんですけど、まず胸とね連動させていく、この回線の動きっていうのは胸の背骨ですね、背骨と連動していくので、例えば、こういう回線の動きがあって、胸をぐっと広げるとより後ろまで行くし、胸をこうぐって丸めるとより、こう下まで可動域が、ね、こう広がっていきます。なので、まあ、レシーブをするときに、ね、どうしてもこうテイクバックしてこう引くっていうのはあるんですけど、このテイクバックがすごく大きい人がいます。で、それをですね胸と連動させることによってできるだけ小さくしていこうと。でシャトルを例えばこうシャトルが飛んできました、シャトルに対して面を合わせてギリギリまで来てからパンって振れれば一番ミスは減ると思うんですね。このシャトルが飛んできてそのシャトルに合わせるときにこう振りに行って、ここで合わせるときにずれてしまうとなるとミスが出てきてしまうので、そうじゃなくて、面をまず合わせます。合わせてそこで胸をぐっとこう開いていくとラケットがこういうふうな動き、回線の動きにつなげていけるような、レシーブができるとミスがすごく減ってコンパクトに強い球が打てるようになってきます。最初ちょっと難しいんですけど、ちょっとそういう意識で、まずこう構えます。構えてもらってここから胸をくってこう反るような形ですね、反るような形でパーンとこう腕がついてくるような感じで連動させていく、胸とうまく連動してレシーブしていくとシャトルが飛んできて面合わせてパッて胸を少しこう開くだけでパーンとこう打てるような形のレシーブに、なっていくと思います。自分はそうやって意識してちょっと少しずつねやって、うまく連動していくようになって、もうコンパクトにこう強く打てるようなレシーブが打てるようになりました。そこをまず意識してほしいなと思います。次はですね握り、結構ねレシーブするときに握りをねこう使ってバンってこう強く打つ人、いると思うんですけど、この回線運動をするときにあんまり握りが強すぎると結構こう止めてしまう、回線の動きを止めてこういうレシーブになっちゃう人が結構いるんですね。
でそうなっちゃうと一発は強い球打てます。だけど2発3発で連続できた時に、これで連続で打つのは多分難しくて、こうパンパンってきた時に返せなくなることが多いので、できればそのこの回線の動き自体は指の握りも若干使うんですけど、あんまりこう自分は指の力を頼りにしすぎてないので、まずは最初はですね、指の握りを使わないで、まずこう本当にこれぐらいでいいのっていうぐらい、この肩で振り抜く感覚で、レシーブ練習をしてほしいなと思います、ね、なんか結構素振りではできるけど本番になるとこうなっちゃう人っていうのは結構打つときに握る癖がついちゃってると思うので、握らないで打つことをまず意識して、触れるようにしてもらえればなと思います。でそうなったときにこの動きの中でストレートに返すんであれば自分の手首と同じ位置で打てればストレート、少し前で触れば、クロス、こっち側のクロスですね。でその手前で打てば逆のクロスっていう風になるので、この動きの中でどこで、シャトルを打つかでコースがねこう使い分けられます。こう体を向けてこういう感じじゃなくて、もうこの中でここで当てればこっち、ここで当てればこっち、ここで当てればこっちって使い分けていけるので、そのこの振りの中でコースをねうまく使い分けれると相手にね読まれにくくなります。で、最後結構ねレシーブするときに体をねこう正面にしたまんまこうやってレシーブする人結構いるんですけど、それだと例えばこういうところ来た時に回線がすごい使いにくくなります。で、その時に体をですねこうねじっていく、こういうねじる動き、例えばここでも触れるけどここの前でも触れるんであればパッて前触った方が肩回しやすいです。これがね近いと肩が回りにくくて手首打ちになりやすいので、結構体こういうねじりを使わないで近くでこう打っちゃう人、ね、近くで打つのはもちろんいいんですけど、少し懐を作って余裕があれば前で触る、そうすると肩の回線が使いやすくなります。肩の回線が使いやすくなる、だからこのねじりも少し意識しながら使っていくと、より肩が、回しやすくなって強い球が打てるので、ぜひ体のねじり、結構腹筋に力が入りやすい人、こういうレシーブになっちゃう人多いんですけど、体腹筋の力できるだけ抜いてパッてこう合わせにいけるようにしてみてください。はい、で、じゃあこの練習をねするときにどういうふうに練習していけばいいかってことなんですけど、まあ一番いいのは壁打ちかなと思います。壁打ちでねもうひたすらこうやってパン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 やっていくと、もうね多少ちょっと変な打ち方でも、最初こんな打ち方だったとしてもやっぱこの辺だんだん疲れてきて、この辺が使えなくなってくると最終的に、最後まで残るのはこの辺の筋肉なんですね。そうすると打ち方がだんだんねこういう打ち方になってくるんじゃないかなと思うので、ある程度打ち方変でも、もう壁打ちとにかくいっぱいいっぱいやってたらだんだん腕がねもうどんどんこう筋肉が力入らなくなってきて、最終的に使える筋肉っていうのはこの体幹に近いところの筋肉で、だんだんこういういい打ち方に近づいてくるんじゃないかなと思います。ただそこまでね追い込める人はなかなかいないと思うんですが、まあ壁打ちをねいっぱいやっていくとだんだんこうコツもつかめやすいかなと思います。で、もしくは壁打ちがね今なかなか日本でねこうできる環境がないと思います。体育館もね壁打ち禁止とかね、結構そういう木の体育館とかだと穴が開くからやめてくれみたいなところとかも多いので、そういう場合はもうコートの幅ぐらいで、お互いにこうネットを使わないでドライブを打ち合うっていうのを、やってください。そうすると、ネットがない分ねこうずっとラリー、お互い空振りとかフレームショットとかしない限りずっとラリーが続けられるので、その緩い球でいいです。緩い球でいいので、こういうこの回線の動きを使いながら打つっていう感覚を覚えてもらえればなと思います。でこういうふわーんっていう球じゃなくて、お互いにこう低い球をこう打ち合えるような、ショットができるといいかなと思います。